こんにちは、ルチカール店長です。よろしくお願いいたします。今回はジャブスアルキビオの中のスペースフィットっていうカテゴリーに属するモデルをご紹介します。マサッチョってモデルがジャブスでは非常に有名なんですが、今回ご紹介するのはティントレッドというモデルになります。マサッチョとの違いはワンプリーツ入っていることで、ちょっとね腰回り少しゆとりを持たせています。そして特徴的なセンタークリースステッチ止めも入れていません。ベルトループもないので、ウエストは紐で結んでもらうタイプです。去年まではぐるっと総ゴムでフロントボタンで開かなかった。これがね、やっぱり前は開いた方がいいよというお客様の声を反映して全部前開きになりました。フロント脇ぐらいからゴムが入ります。でぐるっと後ろに回って、後ろも10センチぐらい残したところまでゴムです。これはね、総ゴムにしてないのはウエストの修理がしやすくしてあります。縫い代が少ないので出しは無理です。小さくする分にはできます。今回ティントレッドに使用した素材、これウールです。ちょっとね、起毛感のあるセミフラノといったところでしょうか。柄が入ってます。日本ラインの赤、レールストライプとチョークストライプのブルーをネイビーベースのウールに乗せてます。もう一色色違い、これチャコールグレーになるんですが、その反対ですね、2本のレールストライプがブルー、濃い方がオレンジ系のストライプが入れています。もちろんね、ストレッチもしっかり効いています。これぐらいおとなしいストライプ柄、かっこいいかなと思います。では実際に履いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、履いてみました。こちらがネイビーのストライプです。ちょっとだけここにゆとりがある感じはするかなと思います。きれいめなウールのスラックスに見えて、ウエストはもちろんのこと、もう履き心地めちゃくちゃ楽です。しかも暖かい、洒落てますね。続いてはグレーです。よっぽど柄わからないですね。ほんのり入ってるのが大人っぽくていいですね。ジャブスアルキビオの新作、ウールストライプのティントレッド、ぜひお試しください。